10キロだと？基礎練習でか？え、ランニングっていうかマラソン？あら、これぐらいは軽く走ってもらわないとね。頭から2時間走り回るようなショーだってあるんだから。でもあなたたちにはまだ難しいかしら。これぐらいたやすいぞ。俺たちも日頃から体力作りは欠かしていないからな。そうこなくちゃね。ちなみに走った後は筋力トレーニングが1時間、発声練習が1時間よ。筋トレが1時間。ええ、役者は体が資本だもの。ダンスにせよ、パントマイムにせよ、自分の体を思い通りに動かせなくっちゃ話にならないわ。それは正しいけど。いっぱい動くんだね。楽しみだね、セネちゃん。いつもはアップもトレーニングも合わせて2時間程度だからね。大変だろうけど、せっかくの機会だ。頑張ろう、ねね。おお。どうやらこれが最初の関門になりそうだね。さすがフェニックスステージの役者たちは毎日この練習をしているだけあってペースが落ちんな。そして実際舞台で高い集中力を持って演技し続けるためには体力が不可欠。今までも体力作りはしてきたが、これを機にもうワンランク成長してみせる。おー、司君ずいぶん飛ばしているね。途中で失速しなければいいんだけれど。あれれ、ねねちゃんがいない。さすがフェニックスステージだね。役者もやる身としてそれなりに鍛えているつもりではあったけれど、追いつくだけで精一杯だ。だけどよし、次のセットに行くぞ。1、2、3。僕たちの座長が頑張っているなら頑張らなくてはね。もう無理、本当無理。疲れた。そうだね、今もまだ膝が笑っているよ。午前中のトレーニングだけで
もうクタクタだ。体力お化けの M すらだいぶ参っている。こんなトレーニングを毎日やっているとは、改めてフェニックスステージの役者たちはとんでもない連中だと分かったぞ。